ルノー R35。ルノー R35 は、フランスのルノー社が1930年代半ばに開発した、軽戦車。1500両以上が量産され、1940年のドイツによる進行当時、フランス陸軍戦車部隊の主力であった。正式名称は、シャールレジアモーデル 1935R、軽戦車 -1935 年式 R。 R はルノー性を示すだが、一般に R35 と呼ばれる。フランスは第一次世界大戦中に傑作系戦車 FT-17 を生み出し、これを大量に保有していたが、1920年代半ばになると、その旧式化は明らかで、代替戦車の開発が進められることになった。1924年の計画によって開発されたルノー D1、 その改良型であるルノー D2 は FT-17 の発展型だったが FT-17 を代替するには車格も大きく安価でもなかったために1933年改めて不評支援用の新型軽戦車開発計画が開始された。これに先立ちオチキス社では後に H35 として結実する独自の軽戦車を提案していたが 政治的理由により計画はその要素を取り入れた上で、広く各社から案を募ることとなった。要求された性能は、というもので、対戦車能力は求められておらず、内容は、あくまで FT-17 と同等の車両で、走行と機動力のみを向上させた、その近代カバンであった。たった2名の乗員で運用できる特質に、こだわったのは、 一つ、第一次大戦による人口減のため、また大革命の時代からフランスを悩ませている国内の出生率の低さにより、他国より人的資源の回復がれていたため、そして数量を揃えるには車両を小型化し、コストと材料を抑えたかったためとされる。計画では、オチキスが先行していたものの、ルノーは、車内故障。 ZM と呼ばれる試作車を他社に先駆け1934年末に完成させた。ルノーは同時期に、騎兵化の偵察用軽戦車アムール33の発展型アムール35、車庫小ポーランドズゴティの開発を手掛けており、ZM は開発期間短縮のためアムール35とよく似た水平ラバーサスペンションの足回りが使われた。車体は、シャーシ底面、側面のみ。 圧縁後半製、他は鋳造パーツの組み合わせとされた。ZM の砲塔は、当初機銃2丁を同軸に装備したものだったが、1935年に 37mm 砲、SA18 と 7.5mm 機銃角1を搭載したアップックス、R 砲塔に変更された。同砲塔は、オチキス H35 にも使われた。37mm 砲。 SA18 は FT-17 に搭載されている方で、スクラップ予定の FT-17 の同法を再利用することは時間とコストの節約になる上、すでに大量の弾薬の備蓄もあるという合理的判断がその採用の理由であった。試験の結果、ZM は重量配分が不均衡で不正地走行能力が良く、なく、調合能力も低いことが指摘されたが、 早急に戦車を揃えることが優先され、若干の手直しを経て、同車は、シャール・レイジア・モーデル 1935R、軽戦車 -1935 年式 R、として採用、1935年4月29日、300両が発注された。その後発注はさらに追加され、1939年9月までの発注量が1800両。 さらに戦時計画にのっとり500両が生産予定であった。実際の生産量は1939年9月まで2070両で、1940年6月のフランス降伏までにさらに500両程度が完成し、ルノー R35 に割り振られた登録番号は5万1以降で、改良型で同じ続き番号を使った R40 のうち知られている。 最も若い番号は51549である。ため、番号通りに生産されたと考えれば、R35 の生産量は最大1548量ということになる。試作者で指摘された欠点は、生産型でも克服されておらず、不正地走行能力の不足については、後に足回りを変更した R40 の登場を促すことになる。調合能力については、 採用後の1938年、AMX 製のオゾリが導入されたが、これは後期生産分の一部の車両に付けられただけだった。アップックス、R 砲塔の前面、左右面の計算箇所には、初期には双眼鏡式の外部観察装置が備えられていたが、これは後に単純なスリット式に変更になった。これは同じ砲塔を持つオチキスエ H35 も同様である。 主砲のプトウ37マザー18は、もともと対戦車能力を考慮しておらず、距離1000メートルで15ミリメートルの装甲間鉄力しか持たなかった。しかし、スペイン内戦で使われた、ドイツのラインメタル製37マパッチ35、36対戦車砲がショックをもたらし、軽戦車により強力な砲を搭載することが、検討された。アップックス。 R 砲塔の小ささが制約となったものの、同砲塔に合わせた、より長方針の37マザ38戦車砲が開発され、1939年半ばから生産に入った。SA38 は、距離1000メートルで30ミリメートルの走行を貫徹可能であった。1940年後半には、すべての軽戦車を、 SA38 に換装する計画が進められた。しかし、オチキセイ h 3 5系では、ある程度の同胞搭載型が生産されたのに対して、ルノー R35 では、改良型の R40 が、全車 SA38 装備でったものの、R35 ではごく一部に装備されるに止まった。SA38 搭載の R35 は、ルノー R39 と呼ばれることもあるが、 これは俗称であり正式な独自名称はない。1939年9月の戦時動員時、フランス本国では、不評価の21個戦車大隊、バタイアンで、シャール・デ・コンバット、イコール BCC が R35 装備していた。各大隊は3個中隊よりなり、中隊は4個小隊で、各3両を装備、さらに各中隊長車、大隊長車、本部付けが合流で、 計45両が定数だった。これらは、ほとんどが、独立大隊だったが、1940年5月、第2、第24、第44大隊は、ドゴール率いる新編の、第4機構師団、4MDCR に編入された。1940年の大独戦時には、さらに三個大隊と、ポーランドからの亡命兵士による、スタニスワフ・マチェク率いる。 第10ポーランド旅団が R35 と R40 の混成で編成されていた。一方、海外植民地でも3個大隊が R35 装備であった。数量的にはフランス戦車部隊の主力だった R35 だが、実戦ではほとんど有益な働きを見せることはできなかった。フランス陸軍の戦術が時代遅れであっただけでなく、 その想定に忠実に設計された R35 は新しい電撃戦の戦場での使用に適さなかった。40mm の装甲はドイツの 37mm 対戦車砲に 600m 以上の距離であれば与えたが、機動性は低く、生産者の大部分が装備していた手三37マザー18は対戦車能力を持たなかった。乗員は2名で戦闘中。 社長は、方頭リングに差し渡された、革ベルトに腰掛けるという不安定な姿勢で、外部の監視、操縦手への指示、武装の操作、車両間の連絡というすべての役割をこなさなければ、ならなかった。しかも適切な車内連絡手段はなく、外部連絡についてもごく一部の車両を除いては、無線設備はなく、車両間の連絡手段は、方頭上面の小ッチから突き出す手羽のみだった。 ドゴール指揮下の第四機攻師団の一翼として、アベビル方面での反撃に参加するなど、一部で一死、報いる活躍はしたが、大部分は海層の混乱の中で失われた。フランス戦の結果、ドイツは、多数の使用可能な R35 を入手することになった。2009の部隊で、戦車型が使われたほか、一部は、対戦車自走砲や砲塔を外して、 トラクターに改造されて使用された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。